フラーついてないだけなんだけど。しかも結構混んでたよ。あ、これだった？うん。クーラー入れる？1分ですね。入れるよ、じゃあ。クーラー入れちゃうよ。Wake me up! 切れたの清掃を行ってください。Wake me up! や、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 や。30秒。あ、残り30秒らしいですよ。あ、事前にもう俺ら の, あの CM 入らないんですね。さっき流れてたよ。うん、でもちゃんと聞いて。10秒。ちゃんと聞いて。喋らなくていいんですよね。喋らなくていいですよ、ね。いいよ。5、4、3、2、しまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。さあ、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 AVIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティ、 AVIC ラジオ。この放送は毎度おなじみバナとヒトミンとタカミーとサンチェスの4人でお送りいたします。2016年12月1日木曜日、第61回目の放送のタイムシフトはこんな感じになっております。7時3分頃からはフリー&テーマトーク。今週のテーマはビンゴとなっております。価値観が本当にビンゴな友達がいるんです。ビンゴってもっと面白くなりそうなんですよね。一石を投じてもいいですか、などなど、ビンゴにまつわる話、普通のメールもいいですよ。コメントやメールを募集しております。はい、7時22分頃にはスポンサー紹介、今週のお得情報や裏話が満載です。35分頃からはバナの月1コーナー、音楽は世界だわさ。数々の CM 音楽を手掛けるバナが独自の視点で音楽や音の世界を楽しく紹介します。50分頃からはエンディングでもリスナープレゼントや、この日の投稿の MVP を決めるびっくり賞など、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想は avic@fmginowan.com、 全部小文字で avic@fmginowan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、そしてリッツスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション AVIC、 片アク解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。はい、それでは AVIC ラジオスタートです。 AVIC ラジオ、はい、いい感じですね。何すか今の最後の。すごい。さあ、木曜日になりました。木曜日ですよ、皆さん。木曜日、はじめまして、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。はい、じゃあ、こんにちは、こんばんはが俺たちの挨拶だから。すごい。そうなの、そうだよ。初めて聞いたけど。こんにちは、こんばんはです。まあね。オープニングいかがでしたか、リスナーの皆さん。あ、そうですか、変わったんですけど。すごい一新して。なんかね、ドラえもんが始まりそうな感じのオープニングです。なんかアニメっぽいよね。ほんとすごい。いやー、ほんとバナさんすごいですね、ほんとに。意外と、ありがとうございます。結構もうこんなに
あのモリモリなオープニングになるとは思わなかったです、うん、いろいろ詰め込まれてるよね。だからねいろんな要素が、うんうん、もっとシンプルかと思ってたんですけど、うん、お早速来ましたね、ツイキャスコメント来てますね。アリサさんからオープニングいいと思います、はい、あよかったよかったよかったですね、バラさん、ありがとうございます、ね、作りがいがあるってもんですね。ちょっとプレッシャーもありましたよね。でもあったね、ちょっとね、あの始まりだから、そうですね。ね、あれで面白くなかったらどうしようみたいな。あーあるあるワクワク始まって結局中身これみたいな、ね、結局なんだよみたいな嫌だからね。ね、あの珍しくコインがすごい今日、はいはい、あ本当ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。テルルさんとケインさん、ケインさんとあとアララガマサイガーさん、いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんはしょい。本当あれですよ、もう第61回ってまあ言ってるんですけど、はい、ということで、あの実は先週までは金曜日の、うん、そうなんです、そうね、夜9時、7時ねからやってましたけどね、うん、今週から木曜日ですよ。そうなんですよ、ね、全然雰囲気が違いますね。だからね、曲の雰囲気も違うから全然なんか本当、うん、気持ちも一新って感じ、ね、地下駐車場も空いてるしね、空いてたね、うん、その情報はもうあれですけどね。でもこっち来るまで結構混んでた、うん、あそれが木曜日だよ、まあね、今日雨でしたからね、やっぱ平日っていうのもあるのかな、木曜日雨だからね、うん、いや木曜日はっていう大体雨だから何の決めつけですかね。じゃあ気をつけといてなんで次からは次からは気をつける気をつけなくていいですよ普通に決めつけあとね、あの番組の前後もちょっと変わ、うん、違うってことで、うん、はいはい、結構あの雰囲気も変わりますよね。そうですね、うん、そうですね、金曜日はね、いつもは 前の放送が早見さんの、うんうんうん、ガハハ、何でしたっけ、ガハハ、早見さん飲んでいいでしょ、ガハハ、早いず王国かすげえ棒読みだけど本当そうですよ、そうね、その後も、うん、あれだよね、あのアニマー兄貴が、はいはい、だから前後が騒がしくて ね、うん、そうそうそう、いつものあのやり取りができないのか、アニマー兄貴のびっくりしましたよ、あの 6時から の、 あのガラクタ整理タイム の、うん、あのパーソナリティの方がすごい筋肉むくって、今日のね、そう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 、うん、初めてお会いしたんですけど、ピンクのタンクトップでした、ね、タンクトップでしたね、なんか、タンクトップ、うん、タンクトップつけて結構モリモリだったわけ、うんうん、多分いろいろとその断捨離して、はい、いらないものは整理して、はいはい、脂肪とかね、はい、筋肉をつけていくってコーナーかなって俺は思った。本当ラジオ向きじゃないですね、うん、絵面でいくっていう、まあね、本当喋りをもうちょっとやってほしいです、ね、俺もあの人目指して頑張ろうです。だからすごいね、パーソナリティ見ただけでラジオですけどね目指したらダメですね、喋りの方で頑張ろう。なんでもっと胸筋鍛えよ俺ラジオですね今日のテーマビンゴです、はい、ビンゴです。なんかビンゴにまつわる話ないですか。ビンゴにしたんだろうね、うん、なんでビンゴにしたんだろうって今更後悔してますけどそうね、まあしりとりで B だったからでしょ。そう、あ単純だけど、まあ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 それだけなんだけどね、うん、それだけなんだけどね、ですよ。ビンゴってやってて楽しいですか。ビンゴさ、当たったことない。あーあるでしょ。1回あるな。あるでしょ。何当たりました。何回もビンゴやる機会ありますけど1回ですか。1回だけしか当たったことない。何ですか。何当たった。なんかその当時結構上等なコンポ、コンポ、MD コンポ、古いな、うん、これ何年前なんですか、CD コンポ。これね、二十歳の成人式のつ後の あの二次会みたいなやつ。ああいいですね、うん、同窓会みたいな。あでもつい最近でしょ、うん、そうですね。でもね、つい最近じゃない。そうだね、いや9年前って聞きました。9年前って聞きました。9年とか言うな自分言いました。具体的な数字を言うな自分で言いましたよ。サイガーさんも一緒だって、うん、当たった試しがないって。 あれさ、当たる人めっちゃ当たるじゃないですか。当たるんだよそれが。目の前で当てられるとすごい悲しくなりますよね。そう、全然面白くない。あれ順番変えた方がいいですよね一等から順番やるじゃないですか、うん、だからあっちがピークだから、うん、あとにどんどん下がっていくじゃないですか、ランクが。でもあれじゃないの、このくじ引きじゃないの、ボックスに手突っ込んで。あ、番号は言うのはそうですけど、だから揃ったら、うん、もう一番目が揃って一番いい商品取ったら、あとはだからどんどんランク下がって、うん、もう盛り上がるムードもどんどん下がっていって、うん、談笑始まったりするじゃないですか、うん、わーわー、はいはい、だから、あ、全然行ったことないですか。でも逆の時もあるんじゃない、最初また商品あるぞっていう。そう、下から行って最後一番、うん、俺がもしそれだったら、うん、絶対最初に揃ってても言わないですよ。だったら、だって、あ、そうか、だって最後のいい商品なんですよね。あ、最初に言ったら損しますよね、絶対言わないですよ、うんうんうん、あ、そうだな。そのタイミングで残しますよ。だから絶対一番最初にいい商品になるんですよ、絶対ビンゴって、うんうんうん、だ一石を投じたいですよ、俺はビンゴに対して。逃走ぜ。だから恥ずかしめに合う罰ゲーム的なのはどうですか。何それ。だからビンゴ当たったら何かやるってこと。みんなちょっとタイツ、タイツ、全身タイツしてもらって、だから、うん、あの各あの局部局部を、うん、ビンゴで番号振って剥がれるようにして、はいはい、
みたいな。だからどれだけ人間ビンゴ、そうそう人間、あの一番最初に股間もビラってなっても要はそこで理性が保てる人はまだ大丈夫、ね、だからそこで恥ずかしくなったらリタイアしていって最後まで剥がれても残った方が一等賞、はいはい、なんか興奮してきたな。でしょ、あいいリスクがあるねかなり。だから実は膝とか剥がれても、うん、痛くないと思うじゃないですか、うん、もうそこはちゃんとあのなんですかブラジリアンワックスとか塗って剥がるんで剥がれた時見たいですからもう耐えられないわけですよ。準備する人めんどくさそうだなこれどんだけ時間かかるか。いやほんと極部ビンゴ、極部ビンゴ、極部ビンゴって何右キン、右キャン玉、左キャン玉、1番、2番ほら、下ネタを切り開いたこっちから絶対俺、木曜日に来たら絶対言わんこうと思ったあー、いやですよキャン玉です。あの、本当のあれじゃないですかいやいや、普通になんかキャン玉って言われてもそれは作るんです、人工のおもしくなダメだそこは出していこうぜ全然脱線させておうとしてしまった。まあまあ、そんな感じですね。うん、そんな感じだよいいものじゃなくて、悪いものでもいいんじゃないかっていう今の人間ビンゴのあれはですけど、あーでも、なんか企画力あるよね、高見やっぱり、うん、そうだね全然やりたがらなかったですよ、全然乗り気じゃなかったですよ誰もやりたくない全員女性だったら俺はいいかも。いやいやいや、あーそっか、そっか、それだったらやりたいけど、あの景品いらないでしょ、それだったら。景品いるでしょ。いらないでしょ、景品が目的なの。似てるだけで十分じゃない、男性からして。でもみんなタイツつけてんだよ。そうですねよくわからないからね誰が誰かもわからんし、まあ、タイツじゃなくてもいいですよ、なんかちょっと超合金みたいなモリモリのやつでもいいですよ。大事、めんどくさいビンゴやしただのめんどくさいビンゴやし、それ。ああそうですね、まあそれ以上のものも思いつかないぐらいの低レベルな発想っていうごめんなさい、そんなもんですけど。コメントとか来てないんですか。来てますよ、来てる。サイガーさん、あららがまサイガー、ビンゴは進行役が楽しいと、あー確かにね。この前俺もビンゴ結婚式の二次会で、うん、あの司会やったわけ、でその時にそのビンゴの進行やったんだけど、うん、もう超楽しかった、チャーシャベリーだった。チャーシャベリー、例えば29番が出たら、うん、例えば愛の29とか出たら、29といえば、うん、筋肉マンの肉ですねって言って筋肉マン話したりとか、うん、で数字にまつわる話をしてたわけ俺。あ誰もおーともならず、へーともならず、しらーっとしたみんな。次の番号、次の番号ってなってるわけでしょ。俺ちょっと筋肉マン話してんだけど、誰も反応しないでしょ。自分が楽しいだけですね。なんで俺が楽しまないとみんな楽しくないでしょ。でもみんなポカーンって聞いたんでしょ。ポカーンだったよ。いや楽しくなさそうじゃないですか。そうね、時と場合があるからね。まあね、いいですね。まあまあ、でも楽しいよ、進行役は。ああ楽しそうだなって思う。でも俺当たらなかったよ。え、そりゃね。いやいや、俺も一応やるさ。あ、やっ、はいはい、あ、やってるんだ。やりたいさ。進行も、うん、進行やりながら俺のビンゴもやるんだけど、うん、あ当たらなかった。俺も当たらない人なんですよあ、でも俺あったな、なんか、うん、ビンゴ、あ、ビンゴの質問、進行の話とは全く別の話であったなって言っちゃったんですけど、はい、うんうん、なんかちょっとさっきのと本当に真面目なちょっと罰ゲーム的なビンゴで揃ったら、はい、3ライン揃ったらぶっちゃけ話をするみたいなビンゴだった時があって、2次会とか3次会でペンションみんな泊まって、うんうん、普通のビンゴやっても面白くないから、うん、ビンゴでライン揃ったら要は過去の恥ずかしい話をするみたいな時に、うんうん、やっぱそこで不正が行われるんですよ。はい、喋りたくないやつが、あ、要は揃ってるけど揃ってない、あ、言わない、そう、最後らへん一番最初に当たった人が当たりたくないってなって、後ろですごい、うん、見てる人がいて、うん、お前揃ったくせに言わなかったなっていう、ほんとごちゃごちゃしたちょっとなって不正やしも、だからそれでなってしまってすごい変な空気になるっていうことがあるんで、うんうん、自分で立案してなんですけど、罰ゲームでビンゴやらない方がダメやし、結局いいのかなっては思いましたけど、ビンゴはビンゴで純粋に楽しんだ方がいいってことか、うん、そうだねそうのことか。そうね、アリさん、ビンゴゲーム結構よく当たりますって、うん、ね、だからね、当たる人コツとかないでしょ。でもコツはもう運だよ。運か、運かいかに、あと進行役と裏で取引できてるから、うん、なるほどでしょ、もうでもあ、そういう風に見えちゃうよね、当たらん人からしたら、うん、この間バナさんと、うん、うちのナンバーワンメンバーで あっち行ったんだよ。ベスト10だ、ビンゴやったの。ベスト10行って、そこでビンゴゲームやってるんですよ、毎回、うんうんうん、このビンゴゲームがね、うちワングループ全然当たらなくて、うん、当たらなそうだよね、全然当たらなくてタカさんいても当たらないっていう、うん、でも他のグループバンバン当たるんですよ、同じグループだけ。不正だ、だそう見えてしまうぐらい本当に当たったこと、あ、一応当たったことあるわ俺。あれが当たった、エイプの、うん、ベーシングエイプの貯金箱と、うん、まあ、そんなにいらないんだけど、はいはい、貯金箱と、うん、あと空気清浄機みたいな、あ、いいですね、なんかほらいい匂い
出すのがあるさ、水蒸気として。はい、はい、なんていうのこれ、それアロマ、アロマ、アロマのこの炊くやつが当たって、はい、で別の女の子が、うん、その炊く液体が当たったわ。おいいっすね。お産地あげるやってなって、うん、いや、なるよね、これだけ持っててもしょうがないだろ、あげるあげるってなって、はいはいはい、で俺いやいやあげたわけ。いやいや全然面白くないさ。あ、でもそうだよね、なんか女性優先になるとかあるよね。そう、 うん、あるある。なんかここであげなくても空気悪くするし、せっかくこれビンゴ当たらない人がやっと当たったのに、あ、うん、げるあげるってあげて、うん、家でお子も炊けない、うん、なんだこれって。だビンゴいい思い出がないんですよ。不平不満しか出ないの今日。本当によ、ビンゴなんてやめちまえよ。いやいや、でもそのゲームのビンゴ以外にも、うん、ビンゴってちょっと間接的ですけど、はい、ぴったりとかその通りみたいな、ちょっとそういう意味で使う時あるじゃないですか、言葉として。ね、だからそういう意味ではなんか、うん、それのいうテーマでちょっといろいろ出てきそうですよね。てるるさんから、はい、本当に今日ビンゴが来ました。え、おアップル、あ、ん、アップルだった。ごめん、どこですか。どうしましたか。アップルだった。どうしたんだ。いや、アップルだ、アップルだったって。どこですか。アップルだった。これ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 。新しいパソコンですね。ああ、そういうこと。アップルのビンゴって新しいパソコンが出たんでしょ。テルルさん、違うの。あ、違うんですか。かわいい。どういうことだろう。全然処理ができない。本当に今日ビンゴが来ました。アップルだった。すいません、全然わかんない。全然わかんない。全然わからないです。全然わからない。パソコンでしょ、だから。違う。アップルのビンゴってパソコンでしょ。アップペンのこと、うん、じゃないか。あ、そういう意味。それ違う。あ、絶対じゃない。違うか。絶対じゃない。あ、リンゴだよ。リンゴだよ。一旦もうちょっとリセットしました、曲を。曲流そうか、じゃあ。はい、曲お願いします、じゃあ。曲はなんだっけ、特に理由はないけど、うん、車の中で流れてたスピッツの、はい、ヒビスクス。ヒビスクスっていうのスクガラスみたいな感じですね、じゃあ。そうかも、ね、意味が、うんうん、じゃあお聞き、初めて聞くかも。うんって、うんじゃないでしょ。お、いいね、この返しいいね。リンゴだよ。俺、リンゴのもっと不平不満いいですか。あ、言うよ。5マス、5マスの25マスっていうのを、5メス5マス、だから縦5マス、右5マス、5マス、右じゃない、横5マスの25マスっていうのを、はいはい、なんかもっと変えられないですか。もっと増やそうぜってこと。いや、別に綺麗に正方形じゃなくてもよくないですか。あは、三角形でもいい。どうやって揃うんですか。あ、まあ、だから、まあ、なんですかね、もっと網目、あ、そっか、今、あーって言った時点でもダメだよ。網タイツみたいな、もっとなんかないですか。もう渋々下ネタに行った感じ。そうだね、もう顔見てて分かるわ。下ネタじゃない以上、無理やり行かなくて。そうだよ、普通にやっていいんだよ。そうだよ、もっとのほほんとしようぜ。風の音聞こうぜ。じゃあ BGM がちょっとね、マイクディスカバリーリバティBGM が変わってるよね。ね、なんかゆっくりゆっくりしてますね、 BGM が。スポポンスポポンスポポンってなってる。ね、うん、もうちょい、これは。そっか、もうそんな話はできないんだね。いや、別にできなくもないけど。だったらもっとやる。乳首の話とかする。乳首の話は、うん、ビンゴと本当にかけ離れました。いやいや、乳首ビンゴやん。あ、いいです、乳首ビンゴやん。ビンしか合ってないさ。いやいやいや、せめてビンから始まってる。いやいや、乳首ビンゴも一個やらなかった。乳首ビンゴは、あれですか、2つしかないんですよね、番号。そう、2つしかない。番号って概念はない。メール来てますかね。あ、そういう概念はないよ。ないんすか。ほら、アリサさん、なんか網タイツって。あの、機械ずっと来てる。てか、ユーストリーム流れてるって来てますけど、流れてますよ。え、ユーストリームって流れてます。ユーストが今多分消えてる。やっぱそうだ、親から来た。ユーストリームでいつも言ってるから。親からのメッセージ、うん、ユーストリームに流れてないけど。ありがとうございます。メール来てますか。高見の両親ありがとうございます。今度網タイツ送ります。見たい園に行ったお母が網タイツつけてるの。うわ、息子、息子、息子、何お前に言ってんだよ。また聞いたんですか。一旦両親に網タイツ送ろうねって話してたわけ。ああ、自分の前にですか。そうそうそう、あ、お母さん、俺、お母さんってちょっと厳しくないですか。一番なんかそういうのが想像したくないじゃないですけど、うん、ちょっと無理か、無理かなっておかしいけど。じゃあお父さんでいいんじゃん。お父さん、なんでお父さん。お父さんの網タイツ。待って、お父さん入ってもあんまり網網感ないんだよ。もともと毛があるからってこと。分からない人じゃない男かもしれないですよね。
君の細かい編みタイツ。でもあれだよ、編みタイツあるさ、うん、あれか、右足お父さん、左足お母さんだよ。一つの編みタイツを2人で履くわけ、それが夫婦ってもんでしょ。夫婦だけどでしょ、でしょって 何のでしょですか。そしたら別に嫌な感じは出ないさ。てか俺どっちにしろ見たく両親のそういうのなんか想像したくないんですよね。これあれさ、二人三脚ってそうだよ、人生の二人三脚は夫婦なんだよ。まさに全然感動しないですけど、なんか感動に持ってくる。今日いい夫婦の日でしょ。え違うか、ちょっとそういう話も12月1日ですもん。あ、いい肉の日か。昨日肉食った。食べた食べた食べた。昨日は昨日30日。あ、昨日30日か。あ全然違う。だからもうなんか全然感動しないんですよ。何がいいですか。違うから、もう俺はそのカレンダーとか。あ、そっか、121だから。今日121だから。二人三脚。あ、そうだ、121二人三脚だ。左は、ほら、片方は1で両足はタイツで結ばれて2。そうそうそう、121。今日のテーマ二人三脚でしょ。違うでしょ、絶対。マンドとかせめて編みタイツにして。編みタイツにするから。なんで二人三脚ですか。早いよ。早じゃあ、エビク障害そのまま、うん、はい。なんで、この曲流れてる時に一番盛り上がるっていう感じ、相変わらず。なるほど。はい、お届けしたのはスピッツでヒビスクスでした。はい、いい曲。はい、続きまして、スポンサー紹介の。スポンサー紹介お願いします。お願いします。うん、お和風亭ですか。違いますね。あれ和風亭ですか。紹介の、あ、まあこれ、これ手回しだけどね。今回の紹介ですね。はい。まあ今ツイキャスとかユーストリームでも曲流れてると思うんですけど、はい。なぜかと言いますと、オリジナルだから流せるわけですな。いいですね。うん。著作権が発生するものは今まで流せなかったんですけど。そうですね。はい、今流れてるのは作ったやつです。はい、うん、手作りですよ。手作り、手作り。はいはい、いいですね。うん、使い回しなんですけど、この曲は。リゾートウェディングの用の曲。はい。PR 用の。はいはい。多いですね。まあ、沖縄よりか、本土向けの人に向けた PR の曲なんですけど。うん、はい、まあ、沖縄といったら、まあ、鍵屋で風かな。そうですね。そうですね。モチーフ。うんうん、作った曲ですが、あ、ちょっと雰囲気ありますね、うん、少しね、そのフレーズ入れてる。なるほど、うん、なので、コマーシャル制作とかコマーシャルソングなど、オリジナルで ABIC で CM を作るとか作れますので、うん、ラジオ用の曲とか、はい、ぜひいいですね、うん、どんどん依頼してください皆さん、くださいよ、うん、っていうのと、あと、グスクヨガですね。グスクヨガ、はい、ね、また4日にやります。おー、ああ、またグスク上司で3日後、那覇マラソン。そっか、言ってたね、グスクヨガ行って走るっていうね、はい、うん、で、これがこの間はスーパームーンの夜のヨガだったんですが、はい、今回朝7時半からの早朝のヨガになります。早朝ヨガ、はい、いいですね。良さそうだな、うん、前回300人オーバーということで、うん、いいね、うんうん、ぜひぜひ今回はお問い合わせは、北中グスクのホームページお願いします。お願いします。よろしくお願いします。以上、ABIC の紹介でした。はい、バナさん眠らしたらダメっすよ皆さん。CM 依頼してくださいよ。ビックビックビックラジオ。コマーシャル。これ反応する人いますかね。流れてます。この後流れた。よくわからんけど、多分なんかみかんとか入れるぐらいだったらいいんだけど、みかんとか、あ、タイツに、あ、いや、赤い編みタイツみたいな、相当ブリブリになるよ。相当容量多い。あれで巻いてリンゴみたいに作りませんでした昔、みかんのあれを。やったやった、ね、巻いてリンゴみたいな。やったっけ。やりません、わかんない。なんでだあれ。だから あれでミューズの石鹸入ってるやつですか。ああ、トイレでそれとか、ね、あれリンゴ、あと10秒。みかんのやつだったんだ。あれ みかんですね。みかんじゃなくてみかんです。みかんとか、みかんって言ったわ俺。3、2、1。はい、始まりました。 79.7 MHz でお送りしてます、 ABIC の ABIC ラジオ。
テーマビンゴです。ビンゴビンゴっすよ。爽やかな曲です ね、 ねちょっと曲 BGM が変わると12月から変わりましたね。木曜日になって一新しましたね雰囲気が、うん、いつも走ってるジョガーさんがいないんだよ、うん、まあそうですね。俺がいつも手振ってたジョガーさん木曜日は走ってないんだ、うん、ん走ってないね。ラジオボケをするっていう、ね、さっきね白ヨガの話の時に、うん、ナハマラソン、アグスクヨガかヨガファイヤー、そうそうナハマラソンの話も出てたけど、その前日あれなんだよね、ギノワンのギノワンの FM ギノワンの忘年会が、ああそうですね、あるんですよね。はいはいはい、初めてらしいですよ。リスナー参加が、リスナーも参加しての忘年会っていうのが。どこでしたっけ？どこでしたっけ？ギノワンなんか。あらら？マリン、マリン。マリンセンター？マリン支援センターみたいな。センター？センセンターみたいな、うん。やっぱりね、大きい会場じゃないと入れないからね。うん。うん、楽しみだね。だから楽しみなの。歌うらしい。あ、そうなの。歌うことによる。あの。え、何歌うの？何歌うんですか？教えない。だって青山テルマだった。無理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 。ビーボー。タテベトントンテチンタントン。エビリシン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 。エビリシン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 ソン。はい、ダメ。乗らない。乗って。効果音入れてみたけど。今すごいちっちゃくて全然乗ってなかったんだ。乗ったんだ今交換音。うん、交換音入れた。でもオリジナルの曲ありますよね。それ歌うんですか？歌わないです。あれあのあのね今回あのエコザイルさんがね、はいはいはい、あの歌おうっていうことで誘われて、デュエット？デュエットじゃないんですよ。あ、そうなんですか？三振弾きたいんだはず。エコザイルさん。で、あのエコザイルさんが弾ける、はい、そのレパートリーの中で選んで歌うことになって、うん、何だろう、何歌うかね。そういや、そういや、そういや、そう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 いや、そうそう、あの AKB ファンさん、そうそうそうって、あ、なんですか？AKB ファンさんも、あ、これ言っちゃっていいのかな？いいんだろう。ダメか、当日までのお楽しみ？何何？AKB ファンさんもね、来る、なんかするんですよね。いらっしゃると、うん、そうそうそう、マジで？来るって、私をねお会いしてみたいんですよ。お会いしたい。ね、果たしてチャラいのか。いやいや、もうこの画像見たらもうチャラいです。相当チャラいはずよ、はい、どんな感じでジャラジャラ下げてるよ、いっぱいいろんなもの。もう本当に、もう夜のグスクヨガですよ。夜のグスクヨガ、よくわからんけど。多分猫抱っこしてるな。あー、絶対抱っこしてるな。猫抱っこしてくるよ。お風呂3分ですね。お風呂3分だ。あの、もう、あの、はい、もうあんま洗わないタイプです。うんうん、全然わかんないよ。やばい、なんかついていけなかった。木曜日ついていけない。あ、お楽しみということですね、AKB 本さん。はい、もう言っちゃいましたけどね、うん、はい、内緒にしたく、でも社内ね来てくるってことで、私はすぐ声かけに行きますよ、すごいなんかあれ、ボード用意してた方がいいんじゃない？なんの？ここですよって。ああ、私多分みんなお会いしたら分からないさ。そうですね、顔はみんな分からないから、うん、その頃何ネームっていうのこれ分からんけど、うん、そういうものをなんか名札とか、うん、あ、でもそれやってましたよ、去年も一応。あ、そうですか。うん、作って、うん、やってましたね。あ、じゃあ今年もやりそうですね。あの、ほん、あ、もう、あの、恥ずかしい。今日のテーマはビンゴですけれども、はい、ビンゴちょっと、なんか変えていきたくない？何を？なんかビンゴって、うん、もう、もはや俺は当たらないから、うん、あんまり楽しみがないんだよ。うん、当たらない人にとってはね、どうやったら当たるのかな？なんか、ワイロ、まあ結局それなんだろうね。あれ紙じゃないといけないですか？もうやっぱりもう iPad とか、 iPad じゃないけど、なんかちょっとなんかこのゲーム要素とか入れられないですかね。あ、 iPad とかで数字やって押したらまあ消えるんですけど、なんかもうちょっと iPad 代。あ、そっか。iPad 一人一枚配ったらやばいでしょ。なんかこれめくれたらなんか人物が見えてきて、うん、そのラインでその見えてきた人物を言えばプレゼントもらえるみたいな、なんかできないですか？なんかちょっと。あれだからアタック25みたいな最後のあのクイズでよ、そうそう、そのライン消えてちょっと誰でしょうみたいな、なんかうまくできないのかな、そんな感じで。できない。なんかややこしい。紙でいい。紙で。いや、紙だ、紙だけど。いや、もうなんかもっとエンターテインメント性が欲しいわけ。ああ、ビンゴ以外だったらありそう。じゃあビンゴでエンターテインメントやりたい場合。ビンゴでね。なんだろう、ビンゴってまず名前を変えますか？変えるか。え、そっから ボビン的な、なんか勝ちにしよう。勝ち。は？勝ち。勝ち。勝ち。え？勝ち。勝利の勝ち。ビンゴって要はあるでしょ、勝利が確定した時にビンゴって叫ぶことがビンゴでしょ。あ、うん、それ全部日本バージョンにした方がいいんだよ。当たり、当たりって意味でしょ。そうそうそう、うん、だから KACHI でやるから、 K の1とか、1も全部漢数字だわけ、うん、要は外人向けの、うん、はいはい、そのビンゴを作って、うん、BINGO じゃなくて KACHI にして、うん、K が開くたびに日本舞踊とか踊り出すわけ、
いや、ごめんなさい、俺のさっきの iPad で予算って今言いましたけど、うん、何を言ってるんですか、あなた。膨大な予算ですよ。 K だったら日舞踊って、プレゼントなしか。 A だったら歌舞伎とか。いやいや、あれもう歌舞伎相当高いってします。まず見るの。分かる分かる。いくらすんの。いくらですか。おめえ、本当に高いんですよ、あれ。歌舞伎本当に見るの。本当に。相撲でいくら。1万ぐらいでしょ。知らないですけど、相撲もいくらかは。相撲なんかあって弁当付きで、はい、座布団もらえますみたいな。いくらいくらいくらですか。1万ぐらいじゃない。へえ。いや、普通に前行きますよね。マス席ってやつだ。それですかね。砂かぶり。砂かぶり。あ、そのあれですか。なんか場所によって名前があるんだ。へえ。何で相撲の人。あっさー、チケット特殊ですね。誰も調べようとしない。あっさ値段は知らんけど。だから本当に、だからそうなるともう本当にビンゴどころじゃないですね。もう心が、うん、心に穴開きますよ、ビンゴみたいに。それかそのこのビンゴをやるさ。最後まで当たらなかった人も何か欲しいんだよ。いいねいいね、それ欲しくないですか。何か参加、参加賞みたいな。喪失感です。喪失感ある。当たらなかったと心の喪失感があるんです。それをその参加賞で埋めていく場合は、おなんかないの商品。俺はポケットティッシュもいいんだよ。ミューズ、ミューズ。あ、ミューズとか嬉しいんじゃない。ミューズ嬉しいです。ミューズ、ミューズ嬉しくない。結構ミューズで足洗ったら水虫が消えるんでしょ。あ、違う。そうなのらしいよ。いらんがな。何の情報だこれ。残念賞いるかな。いるんじゃん。残念賞をつけなきゃいけないんだったら、うん、もはややっぱビンゴのゲーム性自体を変えなきゃいけない、うん、そうそう、ゲーム性を変えたいなって。なんかそうなのか。なんかネットで調べたら、はいはい、アニメのセリフでビンゴとか。え、その時ビンゴっていう時にアニメのセリフを言うと。アニメのセリフ言っていくみたいな。へえ。全然浅はかなんだけど、恥ずかしい。俺も。わからないんだけど。似てなくてもいいんですか。いいんじゃない。へえ。なんて言います、もしビンゴって言って。揃った時の声ってこと。人がゴミのようだとか。あのムスカでした。ムスカムスカ。とか言いたいな俺は。お前はもう聞いて。死んでる。先週のコーナーのとこまでだったんですよ。まだ分からんでしょ、それ。ああはっきり言っていいですか、うん、ビンゴ広がらねえ。いや、待ってください。広がらねえって。あのね、これ、エンディングに言うセリフですね。30分ですね、なんか、持たねえわ。うん、そうだね。でも、ね、そういう、ちょっと話変えていい？あ、いいよいいよ。あのさ、うん、高見、あ、ね、あ、そっか。ん？何？これって、言っていいのか分からない。え？ごめん。だったら言わないでんすか？あれ、あの、まあ何？ママ、カンナさん、あ、言っていいですよ。あ、いいの？言っていい。ママチャリレース、あー、はい、高見も出たっていう。あ、出ました。あ、で、12月20日の、うん、テレビで放送します。やるんだ。ですね、スポーツフォーカルチームで、うん、実は先週の、日曜日ですか、日曜日だったかな。日曜日、そうそう、日曜日にママチャリレースがありまして、はい、スポーツフォーカルチームのスタッフ代表で、うん、出ました。そうで、どうでしたか。ダブルビート、いいな。ダブルビート、あとグルクマスクさんとか、はいはい、いろいろな方いましたけど、うん、あの沖縄のプロレスラーの、ね、すごい、ね、ほんとすごいですね。てか、ほんと大雨の中であったんですよ。だからおしゃぶりだったでしょ。雷注意報が出なければやるぐらい、うん、多分、まあテレビ入ってるかな、多分ここまで来て払い戻しはさすがにできないってなったんですよ。はいはい、で雨天決行って書いてるんで、うん、まず、うん、ただほんとに本降りだった。そうたんですよ、寒かった。だって私その時、うんうん、産業祭りの、あの方にいたんですよ、はいはい、で、あのもうその時はあの司会の仕事をしてて外にずっと待機してたんですけど、はい、もう足がずっとそうそうそう水浸し、水に浸かってるような状態、うん、で寒いし、うん、ずっと降ってましたよね。だから大丈夫かなって思って。これそれもあの自分やっぱ若がいいっていうことで多めに走ったんですよ、うんうんうん、大体1周2キロ弱ぐらいですよ。 1.8 何キロぐらい、はい、1周が、うん、で12周ぐらい走ってるんですよ俺多分。あ、そうそう、何キロ。そしたら5時間耐久レースなんで、うん、だから10人チームなんで10人で回すんですけど、うん、ただ別に全員10人順番で回さなくていいんですよ。多く走れる人は多く走ってもいいんですよ、うん、はいはいはい、自由なんだ。うん、まあ若い子とかもな、 WB とかも高校生ですか、はいはい、18、17ぐらいですよ、うん、やっぱりね、あのその人たちよりもやっぱり男の人がっていうか、はい、まあ、自分みたいなのが多く走るというか、やっぱりその間もちょっとコーナーで撮影があるんで、その間も要は裏方の自分がもう3周4周とか走るわけですよ。おすごいすごい。なるほどね。本当に1周きついんですよ。うん、浜風もきつくて。ああそっか。浜風ね。風がきつくて前に進まないっていう、もう本当あったんですけど、そうそう、本当ネタバレはできないですけど、本当にぜひぜひ12月20日見てくださいっていうことですね。ね、カンナさんも頑張ってたよーって言ってたから、うん、高見すっげー疲れてたと思います。あ、でも全然筋肉痛ないんですよ、その翌日全然ない、本当にない、みんなないって言ってました。またあれかな、寒さで
逆にそう風の方がまだ うん、ありそうでしたけど筋肉痛全くなくて、ほんとすごいいい、いいな、俺も出たかったなWB が見ただけでしょ、ね、いやいやいや、そんなことない、俺は純粋に走りたかったんだよ。だWB の方が言ってましたよ、なんてサンチェスさん、全然ライブに見に来ないですけど最近違う覚えられてる、本当に俺行きたいんだよこれマジですよ、全然タイミング合わなくて、うん、もう WB 不足で最近俺やってられないんだよ。ビタミン不足みたいに言ってますけどWB 不足、そう WB 不足だから、はい、じゃあツイッターとかではい、はい、WB 見たから、うん、あと2週間頑張れるっていうコメントとかあるわけ、ツイッターとか、はいはい、見てない俺どうなるのって、どうなるの俺、まあ、口内炎できるんでしょうね、口内炎できまくるだよもうなんでよ、ね、喉が壊れるのはライブ行きたいよ、ライブ行きたいんだよいいファンって言ってました、いいファンの代表って言ってましたよ、いいファンの代表 WB のお二方がちょ、前ちょたまにアドバイスとかするからね、なんでへぇ、じゃこのマイクをマネージャーかこの何コードが伸びきったマイク使ってたわけ、手持ちの、はいはい、要はこのピンマイクっていうの、うん、こっちなんていうんですか、こっちのヘッドホン、ヘッドセット、そうそうそう、うん、あれがなくて、はい、そのコードがついたままのマイクで打たせたわけ、はい、マネージャーさんにこれ危ないですよと、はい、WB のその力が活かせられてないと、あ危ないし、はいはい、ちゃんとしっかり踊るのが見たいって言ってで次のライブから変わってたよ、へえ、ありがたかった、ビンゴに喋るなこの線は WB でいいでしょビンゴより喋るなー、 WB ビンゴ、あ、うまい、うまくはないな、下手くそ、閉まらない、無理やり、CM で締めて、 CM 行きましょう、はい、なんでビックビックビックラジオ、これやばいね、ポン、ひどい、ポン、ポンじゃねえよ超アホですよね、本当にアホだよ、ビックビックビックラジオ、まあいいですよ、別に何もパクってないし、どうする、ビックビックカメラがスポンサーにつき始めたらすごいよね、やばいだろ、絶対ないでしょ、うん、絶対ないでしょ、できるけど、グラスウェルしかないか、近くは、それか、うちのカメラ使って撮影してくださいみたいな、あ、いいね、全然わからないだってうちのカメラって小島は別にカメラじゃない、いやカメラじゃないけどあ、そっち行け、まあ、じゃないんだけど、実際こっちうちのカメラ俺買ってくださいでしょ、買ってくださいだな、あでも本当にケニーさんコロナ行って、そっか、あーいや、もうしょうがないですね、それは、週末イベント告知メールを投稿するつもりでした、すんませんって、いえ、来週お待ちしてますよ、うん、俺すごいあれがっつり結構顔出ししてますからね、誰顔、あ、要はカメラ、あと10秒カメラ、あれさ、スポーツボーカル TV5、ママちゃん3、カッコつけてる高見が見れるんだな、ありがとう、はい、では月1コーナー行きましょうね、何でしょう、今はバナの番ですよ、はい、その名もですね、はい、音楽は世界だわさ、ぜー、なるほど、ドラゴンボール形式ですね、あの効果音が鳴らないんですけどなんか変わったな、さっきから、あ、よかった、ありがとうございます、なんか Z つければ何でもいいみたいな、ドラゴンボールがドラゴンボール Z になってみたいなことですよね、要は、なるほど、うん、GT は来週ですか、あ、そっか、モモクロみたいなもんだ、そうそうそう、なるほど、そっちか、ごめんなさい、おっそっきずドラゴンボールって古いな、俺の言い方アニメのあれかと思ってたけど、違うんだ、はい、はい、すいません、このコーナーはですね、はい、コマーシャルソングなど数々手掛けてきたバナが、うん、お送りする音楽バラエティなんですが、はい、今週から木曜日に移ったということで、はい、タイトルも新たに、いいですね、中身はそのままに、あー、いいだな、誰が脱退したんですか新たにダワサ Z ということでお送りしますよ、ダワサ Z、 怖い、なんか怖い、はい、で今週のテーマはですね、はい、はい、チャキャンダスか、出た、今大丈夫、ブー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 っていうのは嘘です、はい、あー、違いますね、嘘なんだ、えちょっと怖かったな、今、あ、おせか、噂 Z、 チャキャンダスめっちゃ好きなんですけど、うん、今もう、もう絶対もうほぼ無理ですね、このタイミングというか、ちょっとね、まあ、もうしょうがないですね、もう言ってるからね、一応ダメだわさ、ダメだわさ、ゴビもそういう感じなんですね、あ、全部もうダワサにするんですか、ゴビは、そうだわさ、聞くだわさ、ごめんなさい、黙って聞くだわさ、ダワサということで、うん、まあ、なのでネタが今回は、はい、新しく始まったことで、はい、ジングルとかですね、お作って新しく、ね、そうね、作りましたね、さっきも聞こえてたと思うんですけど、はいはい、さっきのは、まあ、某カメラ屋さんのカメラ屋さんですか、もろ聞いたことないですけど、そのカメラ屋さん、ね、はい、で今日本当はね、全員撮ってるんだよね、声だけは撮ってます、はいはい、うん、
でそれに曲をつけて持ってくる予定だったんですけど、はい、で、サンチュのやつは完成してたんだけど、はい、ちょっと USB に入ってないわ。What? なるほど。なんだそれ。で、残りの、高見、はい、瞳、はい、まだ曲つける前なんだけど、はい、これにつけますよっていうのを、はい、まあ、ちょっとずつ紹介していきましょうね。あ、ありがとうございます。聞いていきたい、うん、ぜひぜひ。これね、あの撮ってる様子を Facebook のライブで流したんですよね、うんうん、確かこれ見た人はね、あーそうだね、また違って楽しみ。俺が出た瞬間なんかブーイングみたいなまあなりますよね、だって怒りマークが、怒りマーク瞳の Facebook ですからなんでよ、彼氏かと思われたんですか。いや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 ね、1時間ぐらい流したのに最後まで見てくれてありがとうございました本当に、ね、うん、ってなわけで、はい、ちょっとまあまだ声だけしか入ってないですけど、はいはい、高見のやつ聞いてみようか。聞いてみましょう。どんな感じかっていう。声だけじゃなくて曲だけですよ今ね。声だけ。お前はもう聞いている。ラジオ。笑い声入ってるじゃないですか。あ、そっちになったんだ。そのまんま使ってるんですね。ビックビックじゃないんだ。これ大丈夫ですか、ツイキャス音割れしたりとかしてたらね、うん、ちょっと聞きにくいから。思ったよりエコーかかってましたね。だいぶエコー入ってるね最後何て言ったかみんな分かったかな。これ何が元ネタでしょうか。元ネタはもうあいつしかいないじゃないですかまあ、救世主ですね。そうですね、だいぶ下手くそな救世主ですけど、三輪さん、世紀末の取ってつけた感があるけどこれももう一つのパターンでしょう。あるんですな。お前はもう、びっくりラジオ聞いている。うるせえ、なんか結構めっちゃすごい不愉快。ラジオの言い方は変わってないし、うん、なんか途中汁吸ってるよねなんか吸ってるよね。これ有田さんも言ってた、響いてて何を言ってるのやらW これはまた直せるんですか、このエコーの。直せる直せる。あー、じゃあぜひ。結構響きすぎてたね。これにちょっと某クリスタル王様みたいな。そうですね、結構つけようかな。いや、お前はもうってもうすでにだいぶ前から聞いてるからね、いいと言われる前に。だからね、いや、正直言うと、うん、出だし俺でよかったですか、一発目。あ、いいじゃない。あ、よかったですか、うんうん、2人の、あ、まあ、2人のためにハードルすごい下げたんで、うん、次の2人はもうすごいですから、うん、なんだお前ハードル上げる下げてあげるってどういうこと。何それ、ほんとだよ。だって、もう恥ずかしい、俺自分のシーンが恥ずかしいから早く恥ずかしそう、早く終われると思ってる。楽しそうに撮ってたさ。次行くじゃあ、うん、次、ひとみんのバージョン、はい、お、聞きたい。タタタタタタタ、びっくりラジオ。あーこれなんかエロいね、ダムで溺れてるシーン。なんかピュー、なんかキューっていうのは何ですか。あ、とりあえず 全員の頭にこれつけようかなと思って、うん、いらなくないですか。それがさっきの音ですか。ダメ出し、ここでダメ出しするっていう。まあでも、いやいや、いいですね、うん、いやいや、いいですね。ユミカオルの雰囲気がすごい。そうそう、そういうこと。あー、なるほど。一番シンプルじゃないですか、うん、仕上がり、うんうん、シンプルだ。あ、これいいね。あ、そうなんだ、ありがとうございます。あ、女性からのいいは嬉しいですね。これはいいとか言わないの。さやがわさんいいね、静香ちゃんバージョン。これ欲しいかも、それ。これはいいって、前のが良くないっていうことですいや、そういう意味じゃないよ。なんでやそこネガティブなのか。出た、ネガティブ。ネガティブならんけ。ネガティブないけど、いや、いじらないと。もう、俺はちゃんと言ってるさ、何言ってるのやらって。まあまあ、聞こえねえぞって。そうそうそう。一番ダメじゃないですか。クレーム一番ポンですよ。面白いの面白くないかの。何言ってるか分からないって。こう、やる前にまず何言ってんのみたいなでしょ、うん、恥ずかしいから。これ実際お風呂場で撮ってますから、うん、あっ、そっか、そっか、嘘でしょどこまで本気でやってるこれどうしたらいいですか。もうガバガバですから今のどう返したらいいですか今ので、もう一つ、うん、ちょっとだけ変わったバージョン。あ、ちょっとだけ、ね、うん、あ、なんだろう、ふざけたバージョンですか。こいつ、こいつ、あ、違う。タタタタタタタ、びっくりラジオ。芦田愛菜だお。
全然意味が分からない。意味分からない。真顔では？これ違うんですよ。これ私がやったわけじゃないんだからね。ひとみんが考えたやつ。違いますから。あの本気の芦田愛菜のモノマネしたら面白いのに、自分ひとみんの芦田愛菜って言っただけでしょ、これ。ただ芦田愛菜って言っただけだから。違うよ。これさ、なんかさ、サンチェスさんが芦田愛菜だおって言ってみたらって言い出して、うん、じゃあ とりあえず撮ってみようっつってすぐ撮ったやつ。うん、そうだね。うん、だからあんな仕上がりなんだよ。うん、なんで一人整理してる。責任転換してるし。いや絶対もう、うん、足玉なだお。なんでまたここでリピートなんすか。やめて。そっから。これだけのもの作った。あ、いいっすね。マジ。うん。じゃあもっとクオリティ高めにしていくかじゃあ。ね、足玉マナダオって言いたくないですか。ちょっと俺らモノマネしていけない。やってはい。足玉マナダオ。お前はもう足玉マナダオ。いやから。で何かにやられて足玉マナなってんの。足玉マナがラジオって死にました今。じゃあおっさんやん。明日マナになっちゃったの。明日マナだおって言ったとに、ピク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 って明日マナのあのツボ、たたくれつけん、うるさい、言ってうるさい、もう人見がラジオって言ってもう終わりますか。ある言うわけ私が、うん、ラジオって今一応隣で見てる人わからないけど、隣で見てたら明日マナって言って滑ってからとりあえず何かやろうみたいな。じゃあ一応明日マナでいてーよって言ってもらっていいですか。いてーよーってハートも いてーよーどっちのものなのかわかんないっすラッパリっぽいな。ラッパリじゃない、ラッパリっぽいな。なんで明日まだいてーよって明日まだいてーよって明日からだおーってわー熱いな、クーラー入ってるからこの熱っ、何言ってるんですか。一気に気温がスタート。でもサイバーさん欲しいってよ、明日まだおーの音声欲しいって。そうそう、ウケる。これガチャポンにしたの発売しましょうか。売れると見んの結構なんかあるさ、あのガチャポンでボタン押したら声が出る、出るやつ、あー、あの音質悪いやつでしょ。そうそうそう。俺は木曜日にガチャポン設置しようぜ、こっちに。マジか、俺は買わないですけどね。面白い。マジか。うん、足玉マナで。足玉マナだお。なんかやめてください。ハマってるな。他のなんか足玉マナだおに変わる言葉なんかありそうですね。そんな可愛く言ったらちょっと面白くなる。何か。足玉マナ以外にちょっと一目に言ってほしい言葉なんかありそうですよね。あ、いいね。あ、ないない。そうね。なんか目覚ましとか販売したら。目覚まし？人の声で起こしてくれるらしい。なんかどっかであった気がする、それ。あれはどこでもある。ねえ。いつの時代でもある。なんかね、定番だよね、これ。あれ？買うかな？あれ？ゼリー固まってないや。ダメか。何それ？多分緩く作りすぎたんだよ、ゼリー。冷蔵庫に入れてゼリーね。ゼリーをちょっと緩めに作りすぎて。意味わかんない。そんなことはいらんでしょ。ないか、ないか。逆に高見の声の方が起きそうじゃない？うんうん、うるさそう、デジや寝起きのさ、寝起き聞いたらすごいですよ。不愉快不愉快、うん、すごい不愉快。俺のジングル単独で撮るなよ、もはや。不愉快、声不愉快、ラジオで致命的な不愉快不愉快。でもこんなになったら俺のジングル怖くなってきたな。ねえ、やりづらいですよね。やりづらいわ、うん、今日なくてよかったわ。うん、そうなんだ。俺のジングル意味わからないからね。公開します。ほぼ高見のアイディア。ミスミスを、うん、ぶっ込むな、お前は。ダメか。あと高見の案でもう一個、うん、101回目のプロポーズバージョン、あれも撮りたかったね。なんだっけ、あれないんすか。僕は死にましぇんラジオが好きだから。全然意味が分からない。今やってみる。やってみたらもう、うん、やります、うん、音量気をつけて。あー、不愉快になりそう。はい、ゴー。僕は死にましぇんラジオが好きだから。死んでるやし、もう。はい。ラジオ。そうやな、それ。もうだってもう引かれないと。最後にラジオっていうの好きだな。いやもう、あまりの寒さに怖くて、付け加えられない。ごめんなさい。その表情が俺は好きでたまらない。その表情だけで写真欲しいわ。なんで優越感に浸れる。あ、もう声は不愉快だし。声は不愉快だけど。顔は残念だし。やめとけ。全否定を。自分で落とし入れてる。自分で乗り突っ込みちゃったね。こんなコーナーだった。めっちゃいいですけど、すいません。本当バランスさん、すいません。僕らで乗っとってすいません。でも、コーナー全然、もう申し訳ないこんな感じで。あー、面白かった。一回散った。うん、すごい。一回散った一回チリチリバラバラなって。チリチリバラバラ。すごいか、すごい時間だ。明日マナだけで1時間あげたな。いけるね。いける。いけるかも。うん。なので、なるほど。今週からね、ほぼ自前で曲作ってるので、すごい、はいはい、ユーストリームとかツイキャスとかでも曲作ることができるので、素晴らしいですね。ジングルも、うん、順次公開していきますので、うん、よろしくお願いします。これ全部ツイキャスで流れるんですね。流れる、流れます。すごい。以上、世界は音楽だわ。さすが違った。今自分が把握してなかったじゃないですか。
音楽は世界ではさ Z でした。また来週、はい、また来週また来月、来月ですね、築地コーナーなんで、うんうん、ちょっと時間待ってるんで、なんか、コメントでも読みましょうか。そうね。ちょっと流したな、今。ちっちゃく。さやかさん、すごいよ。うん、ビンゴの。思い出。はい、聞きましょう。ホテルの宴会の仕事をしてた時に、DFS の忘年会があり、ビンゴの景品がハワイ旅行で、あ、すげえ、一番下の景品でさえ、60インチのテレビでした。すごいね。金持ちはすごいと思いました。こんなビンゴやりたいな。何が当たってもいいみたいな。そうであるべきなんだ、ビンゴはやっぱり。そうだよね。うまい棒の束とか好きだけど、テンション下がるよね。普通に現金、現金でいいです。おめでとうな、お前。ダメ？ダメダメダメ。こないだ、うちわんの話でもゆうちゃん、そんな話してたわ。あ、現金がいいって言ってたんですか？言ってた、言ってた。わお、あげよう、いくらあげようかな。いくらあげようかな。変わってる態度。もういいや、足玉な。はい。いいねー。こういうのって参加賞とかもあるんですかね。ないでしょう。ないのか。ハワイか。ワイハーね。ビンゴ、ビンゴって言ったらあれも思い出しますね。あのドラゴンボールのベジータが、うん、楽しいビンゴって歌うの分かります？そう。神対神でしたっけ。あれでこのビルス様が怒り始めたら地球がなくなるから、あ、そっか、ご機嫌取りでベジータが踊り出すってシーンがあって、すごいすごいショックで、俺ショックだね、うん、キャラ変わってるじゃん、だいぶキャラ変わってるじゃないですか、うん、え、私嫌だ、見たくない。調べてごらん、楽しいビンゴベジータで出てくる、マジ嫌だ、もうデージショックだよ、あのベジータ様が、あのベジータが、プライドの高いベジータが、う、踊っちゃうんでしょう、ビンゴみんな盛り上げるために歌って踊るんだよ、うん、これが俺ショックで、ビンゴって言ったらもうこれが出てくる、なんか頭にフラッシュバックする、もう相当トラウマじゃないですか、高見がどうでも良さそうな顔してた、してた、死ねちゃ、なんでわかるんですか、すごい冷めた顔してた、よくわかりますね、びっくりするが冷めた目で見てたね、不愉快でした、不愉快だ、やめとけその目線がね、あ、わからないの、今豚パラだったよね、なりました、ちょっと豚パラだったよね、久しぶりに出てた、なったなった、久しぶりに豚パラ出た、もういやそれぐらいじゃない、ビンゴの思い出って。そんぐらいか、うん、ビンゴのなんかテーマやめようぜ、もともと。もうまあ、そろそろお時間ですよ。あ、もう終わりですか、うん、そうですね。あ、お疲れ様でした。いやいやいや、まだまだ。ゆるいな、今日。こんなゆるかったっけ。ゆるいんですよ。なんかすごくゆるく感じる、まあ、BGM ももうすぐ変わるんじゃないですか、だから、うん、終わる、いや言うなお前、アップテンポがいいですね、アップテンポにする、うん、そうしよう、あ、そうだそうだ、あの Facebook ページ作ったんですよ、リスナーさん、はいはい、やっとで2年目にして作りましたよ、皆さん作りました、まだ今紹介が一人しかないけど、これからね、うん、あ、入れて入れて、うん、あれ多分自分でしか入れられないはず、紹介、あ、そうなんだ、そうなんだ、あ、おのおのでってこと、私できなかったから、自分のしか、あ、そうなんだ、なるほど、とか、うん、だからそうなんですよ、私専用みたいになってるけど、そういうことじゃなくて、あ、じゃない、うん、管理者みんな4人に設定してるから、俺ら入ったらみんなさ、なんか出ていくとかないよね、ないです、大丈夫、何それ、そう、まあ、4人で運営している、運営してますんで、 Facebook ページ作りました、はい、よろしくお願いいたします、ぜひいいねしてみてくださいね、あ、ありがとう、荒川サイガーさん、いいねしてくれます、ありがとうございます、うん、あのお知らせも届くように設定してくれたら、ね、毎回のテーマとかも分かりやすいと思うんで、はい、ぜひぜひ活用ください、見てください、よろしくお願いします、はい、ということでエンディングのお時間です、はい、今日もたくさんメッセージありがとうございました、ありがとうございました、あ、俺、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社 ABIC、片枠解体に小さな革命、解体リーグの株式会社条件、以上の各社の提供でお送りしました、はい、さあ今週も最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です、びっくり賞どうしよう、決めてなかった、俺あれかな、案は2つあって、うん、テルルさんのアッポルか、あのひとみんの明日マナダオのどっちかなんですけど、私リスナーさんだよ、そうだよ、リスナーさんだよ、アッポルにする、アッポルがいいな、アッポルだな、私もリンゴだよ、いいね、だからあのこのやりとりがアッポル、リンゴだよ、リンゴよ、リンゴだよって聞いても分かんなかった、あ、そっか、リンゴだよ、芦田愛菜だよ、なんでよ、つながらんでしょ、別に、そういうことか、芦田愛菜は何を紹介した、思ったけど、芦田愛菜だよって言ってないな、芦田愛菜絶対言ってないから、そう考えたら、絶対言ってない、これ、モノマネをしてる人のモノマネだからね、そう、うん、じゃあ、このびっくり賞は、びっくり賞は、もうドロドロやる、ドロドロはいらない、いらないドロドロドラムのドラムロールのことドロドロって言ったの、はい、ドロドロなしでお願いします、はい、リンゴでーす、今週のびっくり賞は、ドロロロじゃん、テルルさんです、雑だなおめでとうございます、
プレゼント何がいいですか。ですね、今日チョイスできるの、うん、焼肉のタレ2リットルぐらい、うん、やば、ボッテペットボトル買ってきて何すか今、はい、ボッテペテってペットボトルボッテペテで2リットルありますって持ってきて何語ボッテペテ2リットルあります、何語かな、持ってきてるので、それをお届けしますねっていう2リットル結構多いですね、多さよ、あでもね、てるるるさんご家族いらっしゃるから、うん、ぜひ使ってください、ね、おめでとうございます、はい、そして今週の視聴者プレゼントはビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りします。プレゼント希望の方は abic@fmgino1.com abic@fmgino1.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。そしてそして次回のテーマのお時間です。読んでみましょう。やっぱりやっぱりうるさい、こんばんは、やっぱりやっぱりです、こんばんは、お久しぶり、お久しぶりちょっと耳が痛いな、うるさいな、マイクから離れてもらっていい僕もね、実はね、うんうん、ママチャリレース出たんです。そうなの、そうなの、つくな、お前生首で出れんだ、どうやって自転車こいだの、もう本当にサドルにぶっ刺して頭を、うん、サドルにぶっ刺して、うん、耳使って、耳と人参使ってね、うん、こぎましたけども、うん、気持ち悪い、本当レースのね、レーンがね、うん、全部血まみれになってね、本当にどこの殺戮殺人者がいたのみたいなちょっと捜査になりましたけどもごちゃごちゃだね、やばいねひどいレースですねあれ、そういえば僕のこと呼んだ人どこ行ったのかな、あ、やっぱりラッパリ、お前俺のこと呼ぶなよ、引いてください、なんだこの短、意外と短かった、やりとりあるんかなって、やりとりは考えて、もうこの下りだけ考えてましたママチャリの下りだけじゃあ引きますね、引いてください、ポン、ビア、黒が出ました、黒、黒が出たということは次回のテーマ58っていう数字に連想した話とか、うん、まあ、5、8、ね、はいはい、道路にまつわる話とか、うん、5と8でゴーヤーの話でもいいし、まあ、58で何でも連想する話を送っていただければなと思います。結構広いですね、広いですよ、うん、なんか送ってくださいなんか送ってください、なんか何でもあり、まあテーマに沿ってなくてもいいんじゃないですか、全然いいですよね、何でも自由に送ってください、じゃあね、はい、ありがとうございました、さよなら、さよなら、なんか今日変な小芝居してたけど大丈夫でした、大丈夫ですね、俺もこのスタイルで2人でやっていこうかなってこのスタイルでこのスタイルでやっていきますね、はい、はい、ありがとうございました。じゃあお送りしたのはバナとヒタミンと、はいはい、高見でございました、トサンチェスでした、一人が抜けてたねごめんなさい、はい、周波数はそのままで引き続き FM ギノワをお聞きくださいそれではまた来週お会いしましょう、 Say goodbye、 バイバイそうなんだ、いつの間にか終わりになったんだ、ごめんなさい、間に合わなかった忘れてた、ありがとうございました、ありがとうございました、さらっと終わっちゃったね、てか自分の下りのせいでめっちゃ考えたなかったギーバタンも用意してたけどギーバタンもなかった、言うタイミングなかったですね、ちょっと、いろいろとパンドラの箱開いたままだよ、もう一回話し、細かいところ話そう、ありがとうございました、お疲れ様です、皆さん、今週もありがとうございました、また来週です、うわぁ、時間全く飲みしてなかった、なんだろう、牛乳パターンは間に合わないと思う、ヒトミンハグしてじゃあ忘年会でこんばんは、